中遊系ツイッタークイズキャンペーン N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、70周年特設サイト長谷園革命長谷園ホールディングスです。70周年特設サイトにいる長谷を探して正解と思う選択肢のハッシュタグをつけて引用リツイートすると応募完了です。それでは烈さん解説お願いします。はい、長谷園70周年ということでおめでとうございます。周年系デジタルプロモーションを行っていて、まあ、長谷を探してツイートせよっていうツイッター投稿キャンペーンがベースですね。まあ、創業は285年前と、まあ、江戸時代中期から商品開発を行っていて、まあ、法人化が70年前ということで、まあ、長谷園が行ってきたこと、これから行うことをユーザーに伝えていくっていうのは、まあ、周年の定番コンテンツでございます。まあ、お茶漬けといえば長谷園なんですけども、それ以外にも、あ、そうか、それも長谷園の商品かというものはこう歴史をポチッと押して見ていくと分かるというような感じですね。振り返れば見えてくる、まあ、あの朝毛とか長谷園ですし、まあ、僕的にはこの大人のふりかけ、子供の頃食べてたなっていう印象です。まあ、そんな中ツイッターキャンペーンを行っていて、長谷園革命アクションということで、まあ、この周年サイトにこの長谷というキャラクターがいくついるかという周年系ツイッタークイズキャンペーンを行っていて、まあ、周年キャンペーンの課題である隅々まで見て長谷園のことを知ってもらいファンになってほしいというものを解決しているわけですね。まあ、サイトをこう今見ていた中で見返していくと、ちょいちょいいた、ポチ、残念、偽物だよ、偽物なのとか、まあ、いろんなところにいたりするわけですね。なんで、あ、ここにもいる、ポチ、革命的、これは本物っぽいですね。まあ、ちょいちょいいるんですよ、長谷が。でツイッター側見てみると、参加方法、70周年特設サイト長谷園革命で長谷が何箇所かいるか探す、で、正解と思う選択肢のハッシュタグをつけてキャンペーン投稿を引用リツイート、この3、5、7、10と、まあ少なくとも3箇所にはいるらしいんで、隅々まで調べる必要がありそうです。でこれなんか投稿しようかなと思ってこうタップしても反応しないというですね、まあ、ハッシュタグ投稿フローがこのユーザーがこうコピペしなきゃいけないというところがハードルちょっと上げちゃってるかなと思ってます。まあ、ツイッターで完結しないので、できるだけ L ピンに飛ばせると考えるとカンバセーションボタンではなさそうですが、まあ、LP でタップしたらツイートが、ここタップしたらツイート立ち上がるみたいな、形だとハッシュタグ間違いなども減りますし、ユーザーも楽できていいんじゃないかなと思います。周年キャンペーンは1年かけて盛り上げていけるようにコンテンツを徐々に出していくパターンっていうのも非常に多いですね。もちろん何でも来てほしいっていうところもあって、まあ、プレスリリースの機会を増やせるなどのメリットも多いんですけども、コンテンツが追加されるということを忘れられないような、もう一回来てもらう工夫っていうのが必要にもなります。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。